親ガモがいないんですけど、子ガモはいるんですよ。この後ろか？あ、親いた。当てた。親いました。あれ親ガモだと思います。みなしごじゃなくてよかったね。風強いけど、みなしごじゃなくてよかったわ。お母さん警戒中です。お母さんが行くとみんなほらついてくるでしょ。あ、ちょっと出遅れてるのもいますけど、育児放棄じゃなかったね。よかったよかった。あ、ちょっとお母さん あれしましたけど、まあいいか。都市河川ですけど、あの水草がいっぱいね、茂ってる部分があるんで、そこだと流されない感じ。子ガモちゃんたちも。それを出ちゃうと、こう、ちょっと流されちゃうな。ちょっと厳しい流れですから。お母さんはそうですからね。あれですけど。結構あっち行っちゃいましたよ。強いんですよ。なのでこう藻のところにいないと流されちゃいます。結構頑張れるじゃない。逆流に頑張るな。ちゃんたち避難ですよ。子ガモ避難して、あ、お母さん戻ってきて、あ、お怒りですからお母さんね。一家も大変ですよ。また来た。うわ、もう。子供たちはもう見に行ってあっち行ってますからね。何分で、そんなね、ちょっとの間でね、すぐこう襲ってくんじゃないよって感じでしょうね。はい、カルガモ一家、このくらいでよろしいでしょうか。大変みたいです。お母さんいますからね、ちゃんとね、大丈夫。お母さんそこは足つくけどさ、子ガモたちは足つかないからな、そこはね。